パンドラゴールの畳み方を説明します。前にある2頭の竜の顔を押し込みます。その後に一番上にある竜の顔を持って押し込むことでパンドラゴールは畳むことができます。パンドラゴールの開け方を説明します。このシールの部分が第1のスイッチになっており、このシールの部分が2番目のスイッチになっております。パンドラゴールは2個のスイッチを押さないと開かない仕様となっております。まず1個目のボタンを押します。最後に正面のこのシールの部分を押すことによってパンドラゴールが開くようになっております。パンドラゴールの注意事項について説明します。パンドラゴールを持つときにスイッチの部分を持ってしまうとパンドラゴールが開いてしまうので、なるべく角を持つようにしましょう。次にパンドラゴールの第2のスイッチを強く押してしまうと無理やりパンドラゴールが開く形となってしまいます。これは故障の原因となるので、パンドラゴールを開く際はボタンを順番に押して開きましょう。